はい、皆さんこんにちは。漫画家の下田慎です。アシスタントデスクです。よろしくお願いします。はい、ということで今回の企画はですね、プロ絵師なら1000ミリのペンでも紙絵が描けるか検証してみたという企画です。どういう企画なんだこれ。こちら今皆さん見てもらってるのがね、これ通常のペンですね。みんなよく知ってる普通のペンです、今回ですね、さらにこれに1000ミリのペンを用意しました。1000ミリのペンってどんだけ投げるペンなのよ。まあセンチで言うと100センチ、まあちょっと皆さんに見てもらいたいと思います。はい、ということでこちら1000ミリのペンになっております。これね、こう伸び縮みできるから、これで一応そう調整して100センチ1000ミリになって書きたいと思います、まあ要はこちらのペンだったら、まあ、当然みんなうまく書けるんですよ。まあ先生だったら普通に書けるよね。でもまあ世の中大は小を兼ねるっていうじゃないですか、はい、長ければよりいい絵が書けるはず、いやその考えマジおかしいというのを今回は検証していきたいと思います、ではまず早速この通常のペンでまずどれくらいの絵が描けるかを皆さんに見てもらいたいので、まずこのペンで早速絵を描いていきます。レッツチェック。はい、では早速今回は比較なので下絵はなしでいきなり一発書きで描いていきたいと思います。S 君にも横で描いてもらってます。はい、バース、各キャラクターは私が連載している漫画推しガヤガヤにやってきたの主人公すみれちゃんを描いていきたいと思います。ではまず通常のペンでイラストを描けました、まあこれを参考に今後の比較にしてもらいたいと思うんですけども、まあ俺はスミネちゃんなのかというところもありますがまあ今回ここの絵に対しては大して突っ込みません。まあ置いといてもらって、これはね歯が3段あるのもちょっと気になるけど、まあそれも置いといてもらってこれをベースとして、これからどれぐらい変わるかとかね。そう、では私がやっていくよりも先に、まずプロ絵師の凄さを知ってほしいから、初心者の S 君に1メートルのペン、やってもらっていいですか、まあ俺がこのイラストと同じぐらいのクオリティだったら、そうそう、先生もこれと同じぐらいのクオリティ書けないとおかしいことだね。そうよ、もちろんもちろん、そうそういうことだよね。そういうこと、はいはい、ということでまずは S 君の方が、1000ミリのペンに挑戦です。これでやっていくぜ。はい、では S 君の1メートルのペンチャレンジです。いきます、いきます。これね、結構マジ手つるんよめちゃくちゃ重たい。重さやばい、先がいくよ。どうぞ。俺多分これ結構さ、マジ書けんじゃね、本当に。え、クオリティ変わんないと思うよ。マジで。うん。楽勝。え、待って、マジで本当に意外と書けてるじゃん。すごくない？ほら。え、すごい。ほら。これ腕力の勝負になってくる、もしかして。やっぱね、俺はね、鍛えてる。ああ俺は鍛えてる。俺はね、ちょ、笑わせるとこれやばい。笑わせると、これ失敗する、マジで。笑わせなければいけるいける。俺がまあ、おらおら。これ目にハイライト厳しいな、これ。鼻がここにあって。え、でもちゃんとハイライトまで描けてる。ハイライト描けてんだろ、ほら、これ。で、髪の毛がここに。小山田すみれちゃん。可愛く描いてあげるね。可愛く。よし。いやー、腕が、腕力が限界に来ている。カメラを持ってる私の腕力が限界。書く前に私すでに負傷しそう、これ。よし、できた。はい。S 君のイラスト、こんな感じになりました。おお、マジで。いい、意外にでもさ、顔ってわかるでしょ。わかる。あのね、かけてるのかかけてないのかわからない。結構最初は意外になんかいけそうな気がするんだけど、持ってると先が重たいから、だんだん腕がマジパンパンになってくる。長さより重さの勝負。結構やっぱパンパン、重さなんだ。まあでもこれはやっぱ初心者の S 君だから、もうね、何十年以上ペンを持ち続けた人間にとったらなるほど。ああ、これもう食卓にいながら漫画描けるわけだから、これがあればご飯を食べながら食卓からこう先のテーブルにある漫画をこれで描けるわけだから、おーいっつって。そうということで、私は漫画の未来を今から切り開きたいと思います。開けねえよこれじゃ見ててくださいね、プロの意地。よーい、スタート。スタート。では早速いきたいと思います。入刀。
あーこれもう終わったやつじゃん。これ俺よりヤバいやつだぞ。ちょっと待ってくれ。地震かな、地震が来たかな。おい、さっきの地震どこ行ったんだよこれ。ちょやばいやばい。ちょっとね、プロ漫画家の未来死んだんじゃねこれ。ちょっと待ってくれ。ちょっと今まだ感覚がつかめてないんだけど。いや、こっから修正不可能だ。こっから修正するのがプロの漫画家ってやつよ。いや無理だろ、こっから修正これ。はい、ということで、プロ漫画家が1メートルのペンで描いたイラストがこちらでーす。おかしいなぁ。俺なんかさ、まあ、プロじゃん。うん。俺もなんか、これ誰みたいな。これ、しんぼ先生のイラストですかみたいな。いや、おかしいなぁ。ちょっとそう思ったよりも、なんかね、止めが難しかった。わかる？グッて止めれなかったの。こう、キュッて止めれないで、ビュンビュンってわかる？遠心力が結構強い。なんかこう、シューっていくでしょ？シューシューっていっちゃって、なんかね、こっちにこう、シューシューって流れるね、絵になったので、まあ皆様に今回の動画を通して言いたいことは、ペンは、適正の長さが一番いいです。そんなのね、最初から分かってるよ。で、文房具メーカーは今一番いい長さでペンを出してくれてる。人間の手には一番いい、マジで。まあ大体だからこちら今測ったら14センチから15センチぐらい。まあ、適正長さは14から15センチ。日本の文房具メーカーは素晴らしい。これが一番いい長さです。皆さんもよかったら今後絵を描くときに参考にしてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田慎太郎。でした。バイバーイ。適正の長さで書くことをお勧めします。もう一度だけちょっと再チャレンジさせてください。え、投げ足のチャレンジ、ちょっとぶっちもう一回なんかいけそうな気がする。いいよ、いくよ。うん、投げ足の一回チャレンジ試し中です。超慎重に書くから、多分さっきは勢いよくね、いつものノリで書きすぎたのが原因だと思うんだよ。はい、終わりましたー。